テインでは DVD スタジオプロで作成した DVD のプレスサービスを行っています。ではどのような形でデータを入稿したらいいのかご説明いたします。データはご覧いただいている形式でご入稿を願います。ハードディスクでご入稿いただく場合は FIREWIRE や SCSI のものを使用してください。データはイメージファイルと素材データ、プロジェクトデータを一緒にご入稿ください。ご入稿いただいたデータは一度 DVD-R を作成し、実機による確認作業を行っていただきます。動作確認が取れた場合は DLT テープに出力し、プレスの工程に入ります。DVD-R でご入稿の場合は DVD-R より物理イメージを作成し DLT テープを作成します。その後プレス作業に入りますので、事前にお客様の方で動作確認を必ず行ってください。DVD-R for General でご入稿の場合、著作権保護の情報もプレスディスクへ入ってしまいますので、今後発売されるプレイヤーでは再生障害が出る可能性があります。この点はご注意ください。 DLT テープでご入稿いただく場合は、事前に DVD-R での動作確認を行ってください。 DLT テープの出力は DDP バージョン 2.0 で出力されたものをご入稿ください。ご入稿時にはリージョンコード、コピーガードの情報もご提供いただきます。次に DVD の製造プロセスをご説明させていただきます。データはすべて DVD フォーラム公認ベリファイヤーで検査されます。ベリファイヤーとはオーサリングされたデータが DVD ビデオの規格に沿って作成されているか確認するためのものです。この検査で不合格とされた場合は、規格違反ということをオーサリングサイドに説明し、修正をしていただきます。合格すると、マスタリングを行い、プルーフ版が作成されます。このプルーフ版で最後の実機テストを行います。データに修正が出た場合は、修正作業を行い、先ほどのベリファイヤー検査の工程に戻ります。 OK であればいよいよ本プレス作業へ入ります。レーベルの印刷方法にはシルク印刷とオフセット印刷の2種類があります。シルク印刷では最大で特色4色の印刷が可能です。ただし掛け合わせができませんので、写真などの印刷には適しません。文字やロゴなどはシャープに印刷することができます。オフセット印刷ではフルカラーでの印刷が可能です。シルク印刷に比べて色の表現が増す分、写真などの印刷に適します。シルク印刷に比べるとコストが少し高くなります。印刷物に関してはこの DVD のサンプルフォルダーの中にイラストレーター形式でひな型のデータが収録されています。詳しくはそちらをご覧ください。